はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。1時45分になろうとしていますね。10月は7日の月曜日でございます。さて、お昼ご飯を食べながらですね、今日はビルケリーを3巻で終わりました。はい、暑いんですけどね、もうやめとこうと思って3巻でやめました。はい、デイリー新潮でございまして見つけました。お昼ご飯食べながら、これは今日出た記事ですね。石破首相はネット民に大人気のはずが就任早々大炎上、右からも左からも批判殺到で紙面疎開になった理由ということで、まあいまいちこうなんて言いますかね、ツッコミの浅い記事ですけども、まあ読んでいきましょう。専門家がもはや、変な広告入れといてな、5秒後はい、すいません、ちょっと待ちください。専門家がもはや炎上状態と指摘するのも当然だろう。 SNS などネット上は荒れに荒れている。10月1日石破茂は衆参両院の本会議で第102代の内閣総理大臣に指名された。夜に首相官邸で初の記者会見を行い、自身の内閣を納得と共感これが笑ってしまうんですけど、納得と共感内閣と説明した。こいつがですね、要は中身がないということを象徴するような言い方ですね。なんかようわからん、何が納得と共感やねんって。今日は暑いですね。それとたちまち X では厳しい批判の声が殺到したのだと。ですね、まあ以下別にいいんですけど、どんな批判が殺到しようともですね、ここで気になるのが、ね、やや飛ばします。ここで気になるのが総裁選の投開票前に行われた世論調査で、石破首相は誰が新総裁にふさわしいかという説問で常に上位に位置していたことだと。これね、私はね、ずっと不思議でしょうがなかったんですよ。あのおっさん、そんなに世間に発信がないんですね。露出もないんですね。なのに世論調査やるとなぜかいつもですね、上位に来るんですね。あのね、私はね、個人的に疑ってるのは中国ですね。世論調査っていうのは電話で来るでしょう。電話で来て無作為に来るんですよ。で、大体は固定電話に来るんですね。ここの事務所の電話にも今まで2回か3回かかってきました。で、固定電話でもう答えませんよ、僕なんか、めんどくさいから。それ答えてるだけで何分もかかるでしょう。時間もったいないやん。でしょ。だから暇なやつが答えてるんですよ。で、中国がですね、そういうのを固定電話が変わってきた場合にですね、それを自動的に答えるような装置をいっぱい作っている可能性があるんですね。で、それは石破さんなんですよ。石破さんに応援せえみたいな、そういう指令を出して何か操作してるんちゃうかなという気がするんですよね。で、なんて言いますか、石破さんの推薦人とか見るとですね、中国に甘いやつが結構多いんですよね。で、なんとなく中国の鍵を感じるんですよ。でも8月に台湾行ってるでしょ。だからそれはですね、石破さん自身のですね、そういうパンダ派が疑惑の払拭のためのジェスチャーちゃうかなという気がしてしまうんですね。で、こいつ自身がですね、そんなにこう世論調査でこうリードできるはずがないんですよ、私から見てると。何ら意味のある発信をしていないんですね。こいつ短い言葉でですね、メッセージを伝えるのが下手くそなんですよ。下手くそで、しかもええかっこしいの綺麗事好きでしょ。綺麗事ってそんなに響かないはずなんですよね。なのにいつも上位に来てるというのはですね、世論調査と自民党の調査ですね、ここに何らかのどっかの国の意思が働いてるんちゃうかという気がしました。で、石破さんが中国にとってですね、やりやすい相手かどうかというと、高市さんにとっては全然やりやすいですね。小泉はようわからんわけですね。本人自身に何の考えもないですから、ようわからん。この3人にとってみたら絶対石破なんですよ。ところがなってみたらですね、ネット人気はどこ行ったんやっていうぐらいにボコボコにされてるわけですね。中国ってね、なんていうか、あんたほんまそんな余計なことやってどうすんのみたいなことを世界各地でいろいろやってるんですよ。で、岸田さんはそんなに悪くなかったんですよ、中国にとっては。実は僕から見てるとですね、いや、良くもなかったですよ。アメリカべったりでしたから、
この岸さんはですね、あの林芳正という親中派を閣内にずっと入れたでしょ、一時期を除いては、まあ、それで中国はちょっと安心したところなんですよ。で今回なんかですね、真っ先に決めたのは林芳正の留任でしょ、だから中国にとって石破内閣っていうのはやりやすいはず、しかも情報全部漏れてくるということでですね、もう石破は、私は石破氏はパンダ派がちゃうんかなという気がします。あの過去にですね、あの防衛省時代、もう今から20年ぐらい前ですけど、訪中の履歴もきちんとあります、まあ、その後行ったかどうかは知りませんけどね、訪中履歴もあるんでですね、どっかでパンダ破壊されてるんちゃうんかなという気がします。その高い位置に比べれば全然いいですよ、多分石破の方が、でそのあの不思議な人気ですねいやあの小泉が人気なら分かりますよ、石破が人気あるっていうのはどうもゲスないわけでしてですね、ゲスないところはやっぱり私は中国の影ちゃうんかなという気がしてます。で総裁になったでしょ、総裁になった途端にそのね、単純な操作、例えば世論調査に答えるってこう石破氏にピッと押すとかですね、そういうのができなくなってですね、もう日本人の世界になったわけですよ。で日本人の世界になるとあれがいいわけないでしょ、あんな顔してわけわからんこと言うてですね、やってることもめちゃくちゃでしょ。いやーだからですね、結局もう仮に中国が動いていてですね、石破を総理に押し上げたとしたら、このオペレーションは失敗だったんちゃうのかなというのは、最長でも来年の7月の参院選ですよ。だ1年持たないわけでしょ。でしかも火だるまになって辞めさせられるんですよ。任期は3年ですからね、自民党総裁の。その前に辞めさせられるってのはもう火だるまなんですね。お前辞めろっていうわけであって。この後ですね、やりますけど、自民党ボロ負けほぼ確実なんですよ。自民党ボロ負けになって、左もなって下ろされるというパターンだとですね、一番悪いパターンですね。むしろやらなかった方が良かったやんと、総理大臣をね、ということになるわけですね。だから結局もし賭けで中国が動いているとすれば、このオペレーションは大失敗ということになります。でもしかして後でバレたりするとさらにやばいということになりますね。いやもう不思議不思議なんですけども、中国が噛んでるということを考えるとですね、ある程度理解はできるんですね。でも中国というのはもし噛んでるとすれば恐ろしい国ですね人の国の総理大臣のですね、決定にまでですね、影響力をこう持とうとしている。もちろん今アメリカでは大統領選挙やってますんでですね、猛烈にですね、カマラ・ハリスを応援してると言いますかね、まだそのどう言いますかね、そういったですね、内容は聞こえてこないですけど、選挙終わったらいろいろ出てくるんちゃいますかね。はい、では一応このデイリー新潮の読みかけましたページですね、ネット人気はどこ行ったんやという、石破首相はネット民に大人気のはずが就任早々大炎上というところのアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。